アイテム番号 SCP-580JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-580JP は出現区域全域をサイト8111と定めた上で研究、収容が行われます。区域内で SCP-580JP を発見した場合は即座に2メートル以上の距離を取り、大声を出さずに SCP-580JP が移動するまでその場で静止してください。説明 SCP-580JP は長野県塩郡に位置する白足袋山付近でのみ確認されている雪で構成された人型実体です。身長40センチメートルほどで大雑把な人の形をしており、残留物の検査結果から雪は水分と空気中の不純物のみで構成されていることがわかっています。猫の鳴き声に似た音を発しますが外見上は目鼻や開口部等が存在せず、体の内部からは生体機能を持つ器官は発見されませんでした。SCP-580JP の特異性は原理不明の浮遊を行うことと何らかの衝撃を加えた際の反応にあります。手で触れる等の単純な接触に対して SCP-580JP は音を発して手足を不規則に動かすのみですが、体を殴りづける。締め付ける等の大きな力や銃声のような大きな音を加えると、ガラスを振動させたような音、と形容される高音を発して白い気体と冷気を噴出するとともに消滅します。この気体は冷媒ガスと類似した熱交換を発生させる効果を持つと考えられており、付近の温度を減少させ周囲の物体を凍結させるとともに蒸発します。この機体の飛散範囲は半径約1メートルほどであるため、結果的に SCP-580JP 付近で衝撃を加えた存在は冷気と機体にさらされることによって瞬時に凍結することとなります。SCP-580JP に対して何も行わなかった場合はしばらくその場で浮遊するかしばらくの接触の後に離れて移動するため、衝撃や音を加えない限りは無害であると考えられています。凍結の効果は衣服や装備の着用に関係なく人体へと大規模な影響を与えることが確認されており、T クラス職員を用いた実験では防寒着と断熱材を使用した職員の身体全域が凍結していたことが確認されていますがこの効果を引き起こした原因と考えられる気体の成分等は即座の蒸発から、依然不明のままです。SCP-580JP はマイナス2度以上の環境においては即座に溶解し液体へと変化する他に白足袋山の周囲800メートル以上引き離した場合でも同様の変化を引き起こすため、出現区域を新たなるサイトとして制定し研究施設を建設することによって収容が執り行われました。液体は上述した通りの水分と空気中の不純物で構成された香水であることが判明しており、成分上の異常な点は確認されていません。収容系 SCP-580JP は2000年月日に白足袋山を訪れていた登山客から雪だるまに襲われたとの通報が入ったことによって発見されました。調査の結果、白足袋山の周辺に位置する村の住民は SCP-580JP の存在を感知しており、古くから凍えと呼ばれる存在として伝えられていたことが判明しています。以下は白足袋山のふもとに位置する雪沢村の住民である以下 A 氏に対するインタビュー記録です。対象以下 A 氏76歳男性。インタビュアーエージェント、サバエ。付記一部の方言の記述を変更しています。エージェント、サバエそれでは、あの雪の塊のような存在について教えてもらえますか？以下 A 氏そりゃ凍えだな。エージェント、サバエ凍え？イカイシ凍える、から凍えかなぁ。雪山で死んだ子供の魂だってばあちゃんは言ってたなぁ。エージェント、サバエあなたは遭遇したことか？イカイシあるよ。あれは子供ん時だったか、突然雪の中からボコッと出てきたんで石をぶつけたんだよ。そしたらキーンって音出して爆発して消えてったんだ。それでばあちゃんに聞いたら教えてもらった。見つけたらすぐに離れないとカチンコチンになっちまうんで逃げろって言われたよ。エージェント、サバエなりほど、凍えについて何か他の話はありますか？イカイシ他に聞いた話じゃ、凍えは若い娘に近寄っていくらしい。なぜかってと凍えは雪女の子供って話もあるんだってよ。だから凍えは木娘には近寄らねえ、若いが子供がいるような娘に近寄っていく。母親と間違えてるらしいんだな。まあ村の男種もちょろちょろ襲われてたし、そこはどうなのかわかんねえけどな。エージェント、サバエ若い女性に寄っていく、ですか。いかいし嫌な話もあってな。
どっかの村じゃ小声が増えたら若い娘を生贄にしてたらしいんだよ。さっきも言った通り生娘じゃダメなんで、ひどいことしてな。山に動けないようにして置き去りにしたんだとか。そんでその娘が雪女になるんだとさ。まあ古いおとぎ話だけどな。エージェント、サバエイマは小声が飽きられることはないんですか？いかいし最近はとんと聞かねえよ。前に大山のせがれが見たって騒いでそれっきりだ。まあそのせがれも大きくなって都会に行っちまったし、時代が変わってこういう話も消えてくんだろうな。ここらじやもう見たってやつ入ないし山の奥にいるんじゃねえかな。エージェント、サバエなりほど、お話ありがとうございました。いかいしはいよ。いかいしの証言をもとに周辺の村に聞き込みを行った結果、十数年前からあまり見なくなったといった馬の共通した証言が得られました。現在、SCP-580JP の個体数の減少に関して、ここ数年の異常気象による暖冬の影響が考えられており、さらなる調査が行われています。ホイシロタギ山中での調査中に付近にいた漁師が職員に対して発砲して逃亡する事案が報告されました。その後交流された漁師であるトガワー氏から SCP-580JP に関するさらなる証言が出たため、以下に添付します。ファイルを閉じる、対象トガワー氏45歳男性。インタビュアーエージェント、サバエ。フキトガワ氏は20メートルほど逃走した後にその場に座り込み、職員が到着した際にも抵抗する様子を見せませんでした。エージェント、サバエあなたの素性はわかりました。しかしなぜ我々に対して発砲？戸川氏悪いね、変なよそ者がうろついてたんで気に入らないと思ってさ、脅かしてやろうと思って。エージェント、サバエそれにしては随分と物騒ですね。戸川氏当てるつもりはなかったよ。小声もついでに驚かせて破裂させようと思ったんだ。あんたらもあれが目的だろうしね。エージェント、サバエ小声、ですか。戸川氏、この声さ。あいつらはそのつもりらしい。エージェント、サバエ一体何の話なのかわかりかねますね。戸川氏隠さなくたっていいよ。そんな格好で来て雪遊びも狩りもせず、山のてっぺんにも行かないんでおかしいと思ってたんだ。あんたら国から呼ばれた人かなんかだろ。あのガキどもを何とかするためにさ。エージェント、サバエガキ、とすると本当にあれは雪女の。戸川氏なわけねえだろ。あれはガキの真似したバケモンだよ。山に入った子供の姿型を真似て獲物を油断させようとしてるらしい。まああんなお粗末な見た目や声でうまくいくと思ってるあたり、脳みそはガキ以下なんだろうが。エージェント、サバエそんな存在を信じろと？戸川氏信じるも何も実際にいるからあんたらもここに来てるんだろう。この山の5合目くらいのところを探してみなよ。山小屋の反対側にある崖の下に雪が積もってる。あそこはいつも冷たい山風が吹くから雪がずっと残ってるんだ。柔らかい新雪だから多分形が残ってるのもあるよ。エージェント、サバエ何の話ですか？戸川氏うんざりしてたんだよ。じいちゃんもひいじいちゃんも親父もやってて俺も受け継いだ。知ってるか？生贄の話。バケモンどものおもちゃになるのさ。昔は村の若いのを使ってたが、都会から来たバカどもを使った方が数もこなせることに気がついた。これなら村の人間は死なずに済むしな。別に俺の姉ちゃんじゃなくてもよかったんだ。エージェント、サバエそれは、今も風習が続いていたということで良いですか？戸川氏は、数を減らさねえといけないからな。ずっと昔から続いてた。小声はでかい音を聞けば破裂する。凍ったバカ共に大量におびき寄せれば銃声一発で肩がつくんだ。エージェント、サバエなるほど、任せてもらえるということは収容に協力していただけるということですね。ならばこちらとしてもあなたからお話を伺った上で手続きをさせていただきたいと思います。戸川氏最初に言った通り、あんたらなら大丈夫だろう。奴らともちゃんと距離を置いてるし、下手なことはしないと思う。これのことは知らなかったみたいだけどな。懐から石でできた笛を取り出す。エージェント、サバエオカリナですか？戸川氏これを使えば奴らをおびき寄せることができる。うまく使えばいい成果が出せるよ。生き残ることができたらな。笛を吹く。
終了報告書とガワシが笛を吹くと同時に400体近くの SCP-580JP が出現。付近にいた職員全員は迅速に離脱したために被害を免れたが、SCP-580JP が去った後に付近を捜索した結果、中爆だけた形となったとガワシの凍結した遺体が発見された。戸川氏は笛を使って逃走を図ったと考えられており、付近に落ちていたオカリナに酷似した石笛は SCP-580JP-A と指定され現在調査中。インタビュー内で言及されていた場所を捜索した結果、合計遺体の凍結した遺体が発見されました。所持品等から捜索の打ち切られた登山者等と考えられており、この規模から一部の青年団のメンバーや近辺の市の捜索隊が何らかの関与をしているものとみて捜査が行われています。